皆さん、こんにちは。エイボンシーライダーでございます。いつもご視聴していただき、ありがとうございます。また余計なものを買ってしまいました。これ、6インチの、ファイバー製、パールの、もう何年前だろう。40年以上前のモデルなんです。で、ファイバー製の、6インチのタムタムです。ゴールドのセット、まあ、このセットですよね。このセットと同じ材質なんです。まあ、同じ材質なんですけど、今使ってる、このセットは、8インチからタムタムが始まってます。8、10、12、14、15。で、22のバストラ。っていう組み合わせなんですけど、たまたまこれが売ってたので、買っちゃいました。そこで、あのセットに組み込みたいなと思って、これから改造していきたいと思います。で、このシェルなんですけど、まあ、以前からお話ししてある通りです。ファイバー製なので、もう40年、50年経っても何の変化もないんです。この部分がこのシェルっていうんですけど、このシェルが、木でできてると、まあ、管理が悪いと腐っちゃったりするんですけど、これはファイバーで、まあ、ファイバーっていうか、要は樹脂ですよね。樹脂でできてるので、腐ったりしません。で、おそらく、これ前のオーナーがですね、このフープと、このラグ、あと、このボルトを新品にしてますね。実はこのモデルは最近のパールのモデルなので、50年前のやつとは全然ちょっと違うんですね。あと、ここがちょっと問題ありで、これはパールのやつじゃないんですね。玉の、メロディックタムっていうか、なんだあれ、オクタバンっていうやつがあるんですけど、オクタバンの多分金具なんですよね。なので、これはちょっとパール用に、これから変更したいと思います。で、このカバリングも、まあ、ちょっと剥がれてきてるので、これどうしようかなと思って。というのも、実はこの中のあれを見るとですね、おそらくここは、最初についてたそのパール純正のやつだったはずなんです。で、この前のオーナーさんがこのラグを取り付けるのに、こっち今度穴開けて作ったんですよね。残念ながら私これ持ってないということと、これちょっと下から差し込むやつなのであんまり良くないなと思って。で、まずはこの穴を、塞いじゃいたいと思います。まず塞いで、これも外してですね、一回全部塞いで、それからこのカバリングは、色が合わないんですよね。ゴールドのセットにこの白のタムになっちゃうので、ここは一発もう剥がしちゃって、色を塗ろうかと思います。それではまずは作業をしていきたいと思います。はい、これでまあ全部外れた感じですよね。いよいよこのカバリングも剥がしちゃいましょう。これはどうなってんだろう。もうこれは剥がしたらもう二度と使えないですね。剥がれました。
という感じで、いいですね。もうこれはもうここに色塗っちゃいましょう。でまずこれはちょっと剥がさなくちゃいけないですね。ラベル剥がしはこれでやります。はい、それでは水洗いも今完了して、乾燥も終わりました。まずこの穴、あとこの穴、これをまず塞ぎたいと思います。で今回何で塞ぐかというと、素材がこれがまあ FRP ではないんですけど、フェノール樹脂っていうやつなんですけど、まあ樹脂には変わりはないので、これですね、この熱って穴を埋めるというパテがあるんですけど、これを使いたいと思います。で、これは絶対に手袋してやらないと危ないです。何が危ないかというと、アレルギーがある人は、大変なことになります。実は私 FRP のアレルギーがあるので、素手で触るとアレルギー反応が起きてしまいます。で何度もそれで病院に行ったことがあるので、要注意ですね。やり方としては、この穴をまず埋めたいと思いますので、マスキングテープで、まあ、全然大仕事ではないんですけど、反対側にこのパテが出ないようにしておきます。そして内側から穴を埋めていきます。なぜかというと、外側から埋めると後処理が大変なんですね。色塗る前に磨かなくちゃいけないので、本当はこの穴は塞がなくてもカバリングだったらいいんですけど、私の場合はこれから塗装するのでダメですね。じゃあ早速、これは二液式なので、もう薬みたくなってるんです。これ薬みたいですね、これ。本当にこういう感じで、それでは、エポキシが固まったようです。説明書では15分ぐらいで硬化するって書いてあるんです。もう15分は経ってるんですけど、確かにもうカチカチになってますね。そしてここをちょっと剥がしてみましょう、1枚。はい、こういう感じです。もうぴったりですね。
もう研磨しなくても全然 OK な感じで。ということで、じゃあこれも全部剥がしていきたいと思います。新しいタムホルダーを取り付けるのに穴を開けなくてはいけません。ところが、これ私が持ってた古いタイプの、まさにあのこの世代のタムホルダー、タムホルダーっていうかタムホルダーベースかなんです。で、これをちょっと合わせてやってみたところ、上から見ると分かりますか、両サイドが浮いちゃってるんですよね、かなり。つまりこの状態でつけてしまうと、この下のネジは合うんですけど、左右のこの両方のネジ、これはこういう風に浮いた状態になっちゃうので、これで締めるとダメになっちゃいますね。下手したら割れちゃうかもしれません。ということで急遽予定変更です。これは使えません。ということは、ちょっとサウンドハウスで見てみて、何かいいのがあれば、もう最悪他のメーカーのやつをつけるしかないですね。はい、それでは塗装が終わりました。まあこんな感じです。結構綺麗に仕上がったと思います。で、本当はこの後にウレタンをやろうと思ったんですけど、他のセットの色がもう古いやつなので、まあこういう感じなんです。このタムばっかり光っちゃってもあんまり良くないので、もうこれで終わりにしたいと思います。で、いよいよこの後この取り付け金具ですね、これをつけるんですけど、サウンドハウスから今回買いました。これはプレイテック、まあサウンドハウスのオリジナルブランドのやつなんですけども、それを買って、パールのタムホルダーと合います。22.2mm。なので、これについては全く問題ないんですけど、まあこんな感じですかね。つけるとなると。パール純正のやつよりは横幅が狭いので、なんとなく合うかなっていう感じですね、これ。今から先に、このラグをつけていきます。ラグをつけて、それで全部つけた状態で、このマウントのですね、位置決めをしたいと思います。はい、無事ラグと、一応フープも、仮付けということで完成しました。まずはマスキングテープで固定ですね。大体の場所を決める。まずは小さい穴を、ガイド用の穴をちょっと開けたいと思います。
次にこのゴムの板、このゴムの板で、まあサスペンダーみたいな、さあそれでは全ての作業が完了しましたので、マウントを取り付けていきたいと思います。はい、お、いい感じに入ったと思います。これで後ろをですね、もう後ろこうなってるんですけど、ワッシャーを入れて、そもそもこれがついてたんですよ。これがついてたんですけど、この、要はこの R が小さすぎるので、これをつけちゃうと、まあ、こうなるんですよね、言ったら。浮いちゃいます。それで、シェルが割れる可能性があるので、私はワッシャーで対応することにしました。ということで、無事、完成しました。本締めも終わりました。一応、後ろはですね、スプリングワッシャーを入れて、緩み防止ということで、対応したいと思います。まあ、これもですね、サウンドハウスオリジナルの、プレイテックというブランドで、これがここに入る。無事作業を終了しました。いいですね、もうこれでいいと思う。これで6インチまで揃ったので、あのちっちゃいセットも結局こうなると大規模セットになっちゃうんです。これ入れるとだってタムがもう 1,2,3 フロアが2だからもう5 で今実は考えてるのは2バスにしようかと思って、あのセットを2バスにして、あの左側のバスドラムは飾りです。要はこのタムホルダーを支えるための飾りにして、どのみち私はあのツインペダルでやってるので、ツーバスにする意味もないんですよ。ただちょうど今狙ってるのが実はありまして、ファイバーシェルのやつがハードオフで見つけてしまいました。それ買おうかどうか迷ってるんですけど、ということで以上で作業終わりです。ご視聴ありがとうございました。